体にいいことしかない最強の一品。椎茸のかさと軸、エリンギは食べやすい大きさに薄切りにしていきます。しめじは石突きを取って、舞茸はよくほぐしておいてください。今回の味付けはほっこり甘みがあるので、塩気のあるベーコンを入れるのがおすすめ。米粉を入れたら全体に行き渡るようにしっかりと混ぜて、あとは調味料を入れていきます。あくまでもクリーム煮なので牛乳は入れすぎ注意です。あとはレンチンすれば完成。色が少し黒っぽくなるのが正解。これは舞茸の旨味と栄養成分で、ダイエットに必須な食物繊維でもあるんです。しっかりコクのあるクリームがキノコ臭をうまくカバーしてくれているので、キノコ食べづらく感じる人もこれならたくさん食べられること間違いなし。キノコが安い時や冷凍庫にカチコチになったキノコが眠ってるよっていう方はぜひ試してみてください。